はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。それではアフリカの要するに遊牧について見ていきましょうということになります。アフリカの遊牧というのは、どうしても砂漠地帯だったりする場合があるんで、ラクダや家畜を要するに飼います。いいですか？ラクダや家畜を飼います。そして草と水を求めて遊牧、あっちこっち歩いて草や水を手に入れて家畜を育てて家畜を食べるということです。もう一回いきますよ。ラクダや家畜、草と水を求めてどんどん遊牧活動をさせます。はい。そして草と水を求めて要するに生活をするということになるわけですね。よろしいでしょうか。はい。ということでラクダや家畜で草と水を求めて遊牧活動をしますよというのが、まあ、農業になってくるということですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。